ティッカーテープを確認する女性ストックティッカーとは1870年から1970年頃まで使用されていた電信線を介して株価情報を送受信する最も初期の通信媒体であるストックティッカーで受信した情報をティッカーテープと呼ばれる紙テープに印字していた送信される情報はティッカーシンボルと呼ばれる銘柄を表すアルファベットの後に 株式の取引価格と取引量の数値が続く。ティッカーという言葉は、印字する際に機械が発する音の擬音語に由来するものである。株価情報の送信には、テレビやコンピュータが使用されるのが一般的となったことから、ストックティッカーの使用は1960年代に廃止された。しかし、ストックティッカーのように、株価情報を流し続けるというコンセプトは、 証券会社の壁の電光掲示板や金融関係のテレビ番組の字幕などで今日でも見られる。ストックティッカーによる株価情報の送信は1867年にアメリカ電信会社の従業員だったエドワード A ・ A キャラハンによって発明された。印刷電信機はロイヤル・アール・ハウスが1846年に最初に発明した。しかし初期のモデルは 壊れやすく、手回しで電気を起こす必要があり、送信者と受信者の間で頻繁に同期が取れなくなるなどの欠点があり、あまり普及しなかった。デイビッド・エドワード・ヒューズが1856年に全イ仕掛けを使用して改良し、ジョージ・メイ・フェルプスが1858年に再同期システムを考案したことで、ハウスの印刷電信機は商業用途に利用可能となった。 印刷電信機を使用したティッカーシステムは1863年にエドワード・ A ・キャラハンが発明した。彼は1867年11月15日にニューヨーク市でこの装置を発表した。ストックティッカーは初の電信線を介して長距離にわたって株価を伝えるための機械的手段となった。初期のストックティッカーはメッセージを伝達する媒体として モールス符号を使用していた。1869年にトーマスエジソンが開発した最初の実用的なストックティッカーであるユニバーサルストックティッカーは毎秒約1文字の速度で A 数字を送信していた。それ以前は株式の売買の情報は書面や口頭で伝えられていた。個々のクオートの有用期間は非常に短いため一般的に 長距離には送信されなかった。その代わりに通常ツイの間の集計された要約が送信された。ストックティッカーにより長距離に高速にクオートが伝達できるようになったことでより迅速で正確な取引が可能になった。ストックティッカーで常に取引の情報が継続して流れるようになったことで取引による株価の変動がリアルタイムに起こるようになった。 エジソンのストックティッカー1880年代までにニューヨークの銀行会やブローカーのオフィスには約1000台のストックティッカーが設置された。1890年、株価と取引量の報告の正確性を確保するためにすべてのティッカー会社を合併してニューヨーククオーテーション社が設立された。ヒューズテレグラフ社の送信用キーボード。電信線を介してテキストを送信し、 紙テープに文字として印刷する。ドイツのジーメンス・ウント・ハルスケが製造。送信範囲300から 400km 株価表示装置のもとに、ストックティッカーのように株価情報を表示する電光掲示板がある。ストックティッカーは電信線を介して印刷装置にテキストを送信する最初の装置の一つであり、現代のコンピュータのプリンタの祖先である。 受信に習熟が必要なモールス符号ではなく、そのまま読むことができる文字で出力される、当時発明されたばかりの電信機の技術を使用した。送信側には、ストックティッカー用に設計された特殊なタイプライターが接続され、タイプライターで入力した文字が受信側のストックティッカーに印字された。ストックティッカーが印字する情報は、ティッカーシンボルと呼ばれるアルファベットの後に、 その会社の株式の価格に関する簡単な情報が続く。印刷された紙テープはティッカーテープと呼ばれた。ティッカーとは、印字中に装置が発するカチカチという音の英語における、擬音語に由来する。電信線から送られるパルスによって文字盤が1文字ずつ回転し、印字したい文字の箇所に到達するまでパルスが送られる。典型的な十二文字の文字盤では、 一文字を送信するのに平均で15回のパルスを送る必要があり、その結果、毎秒一文字という非常に遅い送信速度となった。送信側のキーボードはピアノの鍵盤のような見た目をしており、国権がアルファベット、発鍵が数字に対応し、それぞれ受信側のストックティッカーの二つの文字盤に対応していた。1930年代にはより新しく、 効率的なストックティッカーが利用可能となったが、それでも情報の送信25から20分の遅れが生じた。ストックティッカーは1960年代に廃止され、コンピュータネットワークに置き換えられた。それ以降、実用のために製造されたものは存在しないが、美術館やコレクター向けに複製が製造されたことはある。ストックティッカーにちなんで、 名前が付けられたニュースティッカーは今日でもテレビのニュースチャンネルや一部のウェブサイトで見ることができる。また、証券会社の壁などにストックティッカーを模した電光掲示板が設置されている。その中で最も有名なものはニューヨーク市のタイムズスクエアにある超高層ビルワンタイムズスクエアに設置されたものである。野球のリーグ全体の試合結果をストックティッカーで送信して、 球場のスコアボードに手動で表示する方式が初期に使用されていた。現在ではコンピュータと電子スコアボードに置き換えられている。1960年に大統領候補リチャード・ニクソンのために行われたティッカーテープパレード。白く長く伸びているものはティッカーテープをそのまま投げたものである。使用済みのティッカーテープはパレードの際に細かく切ったものを 窓から投げて、紙吹雪として使用されたり、そのまま投げたりした。これは、ティッカーテープパレードとして知られるようになった。ありがとうございます。